ションプリーズ。と飛行機は、空を飛んでます。ハワイに行ってます。はい、こんにちは。一日キャビンアテンダントの羅生門静香と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回はね、いつもはね、地面走るんですけど、今回はね、ちょっと上ということで、まあ羅生門と言いますか、摩天楼と言いますか、摩天楼トビカでやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、先ほど言った通りね、私いつもバスガイドしてるんですけど、ちょっとね、どうしてもハワイに行きたいということで、上司にコネを使わせていただきまして、一日キャビンアテンダントさせてもらってます。はい、ハワイ行きたかったんでね、私もあっち行って楽しみたいと思います。はい、そうですね、コネと言ったらハンバーグですね。ハンバーグといえばロコモコ丼ですね。ロコモコ丼ってなんでハワイでね、ロコモコってハワイ語なんですけど、ハワイ語ってなんですよね、英語ですかね、ハワイは。なんか英語とハワイ語はちょっと別の何かがあるんですかね、ちょっと詳しくわからないんですけど、私日本語しか喋れないんで。はい、私喋ってて気づいたんですけど、ロコモコ丼ってね、あゆえおの王の段しか喋ってないですね。ロコモコ丼って感じですね。アダン、イダン、ウダン、エダンでも同じやつがあるんですかね、ちょっと考えてみましょう。生魚とかですね。生魚といえばじゃないですね。いって一番難しいじゃないですか。乳首は違うな。ミニビキニでいきましょう。生魚ミニビキニでいきましょう。はい、ウーはですね、ウーはこれ知ってるんですよ。フルーツジュースつぶつぶですね。フルーツジュースつぶつぶがウーですね。長くていいですね。はい、生魚ミニビキニフルーツジュースつぶつぶですね。えーぜですね。はい、関西弁ゆっくりマリサですね。はい、生魚ミニビキニフルーツジュースつぶつぶえーぜロコモコ丼ですね。はい、何してんねんって感じなんですけど、そういえばちょっと確認なんですけど、飛行機の、キャビンアテンダントでこんな感じでペチャクチャ喋るんですかね。喋らないんですか。何のための私なんですかね。こんな私いらないですね。乗ったけどすぐにいらないというキャッチ&リリースみたいですね。キャッチ&リリースとビーフォアチキンって似てますよね。キャッチ&リリースとビーフォアチキンって似てると思うんですけど、なんであれビーフとチキンなんですかね。ポークとフィッシュの気持ち考えてくださいよって話なんですけど、いやでもポークとフィッシュの気持ち考えたら食べられなくてラッキーって感じなんですかね。じゃあいいか。あとはハワイといえば何がありますかね。ハワイといえばね、フラダンス、ロコモコ、あとは海とかもあるのでね、ミニビキニとか見れるんじゃないでしょうか。あとはね、やっぱ海に囲まれてるんで生魚とか食べれるんじゃないですかね。あとはやっぱトロピカルフルーツがあるんでね、フルーツジュースつぶつぶで美味しいと思いますね。ええぜってことでね、あ、皆さん気づきました、今わかりました、私今伏線回収してみました。伏線回収、さっき喋ったね、あいうえおのやつをね、こっそり登場させてみたんですけど、気づきましたね。昔ね、私伏線回収の伏線の文字のこと伏線やと思ってて恥ずかしい思いをしたことがあるんですけど、あれですよ、温州みかんもそうですよ。皆さん、温州みかん、わかります？あったかいに、九州の州でみかんなんですけど。ねえ、あれ、どう読んでも温州みかんなのに、一回、ねえ、温州みかんと間違えて、温州みかん、そうね、温州みかんって言っちゃって、もう何言うてんお前、わははって言われて、いや、教えてもらってないから知る由もないやろってね、思いますね。そんなこと言ったら、ポップコーンとかもね、あれポップコーンが何でできてるか、まあ当然トウモロコシって皆さん知ってると思うんですけど、あれもね、教えられなかったら知らないと思うんでね、ポップコーンって何からできてるって言って、知らない状態でわははって笑うのはかわいそうかなって、教えてこなかった周りの人が悪いかなと思いますね。話してるんでしょうか。あ、着陸体勢に入りました。皆さん、ちょっと一回シートベルト外して、着陸の瞬間にこうやって座りながらジャンプしたら、ジャンプ、この着陸の衝撃収まるかやってみませんか。あ、ダメですか。すいません。Wa-b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 a-